ボクシング WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者井上直也、30イコール大橋、が最速の2階級での4団体統一を見据え、異例のハードトレ合宿を完光した。12月26日、東京、有明アリーナで WBA スーパー、IBF 世界同級王者マーロン・タパレス、31フィリピン、との4団体王座統一戦を控え、 10日に横浜市の所属事務で5日間のフィジカル合宿を打ち上げ、自衛隊式、体乳酸トレ、メニューと共に週3回のスパーリングも消化する過酷なトレーニングで肉体を仕上げた。写真、フィジカル集中合宿でサンドバッグ連打に取り組む井上直也6日から始めた異例のハード合宿を打ち上げ、井上は、やりきりました、と充実した笑みを浮かべた。 最終日は IBF 世界スーパーバンタム95位エリック・ロブレス、23メキシコと6回のスパーリングを消化。6日、8日は5回だったが、この日はさらに1回を追加。井上は、疲れている中で上げていけるような予備タンク作り、と意図を明かし、大粒の汗を拭うと即座にフィジカル練習を開始した。元世界3階級制覇王者八重樫東トレーナー、 40、と12年ロンドン五輪ウェルター級代表で自衛隊体育学校出身の鈴木康弘トレーナー、35による自衛隊式、対乳酸トレ、メニューに取り組んだ。15秒間のサンドバッグ連打、腕立てからジャンプしながらのシャドウ4連打を20秒間、八重樫氏の構えるバランスボール押しを塩10秒間、最後に15秒間のサンドバッグ強打を敬語セットをやり抜いた。続いてミッド打ち3回。 全力で自転車トレ器具をこぎ続け、ギリギリまで追い込んだ。ジム内合宿は3度目だが、実戦トレを導入したのは初めて。井上は、より負荷をかけられた。フィジカルの底上げ、気持ちの切り替えがメイン。来週からはタパレスをイメージして練習に入ると強調した。2階級での4団体統一に成功すればテレンス・クロフォード、米国、に続き、2人目の快挙。 黒フォードは8年3ヶ月かけて達成したが、井上がタパレスを撃破すれば5年7ヶ月と大幅に更新する最速記録となる。試合まで約1ヶ月半。今は気にするのは体調と怪我。警戒心を強め、仕上げる構えだ。藤中英二